Give me a choice! どうも、はじまきよしろうです。電波人間にハマり始めたよって。どっちたち、どっちたたち、どっちたたたちっていうね。まあ、電波人間、電波、そぶら、あるわ、あるあるどわ、ちにゃ、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 にね、まあ RPG フリーとニュー電波とフリー電波やってます。いやどっちも面白いですけど、フリー電波バリバリに行き詰まってますけどね。バリバリにバルンガンズンゴロンバリンガロンゴズンね、行き詰まってますね。全然行き詰まってますから。で RPG ニューの方は全然経験値稼ぎしてなんかボーっとやってますね。こっちはもうガルンゴルンに行き詰まってます。だからなんか RPG ニューの方はすごい優しい感じがする。うん、いや全然優しくないけどな。太陽いいぞもっと輝き、このままでは終わらない。うんちぶりぶりうんちぶりぶり、脱粉に重ね脱粉する、クソも積もれば脱粉マウンテン。あっロッカー全然違うんだけど、どこ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 、あのリズム俺刻めないんで、リズム刻めなさすぎようですから。うん、適当だな。何でも丸々杉を入れとけいいと待っていてねえわよ。クッキーさんに影響受けすぎじゃない？ちょっとてーみたいなね、影響受けすぎていいだろって言ったらなんか今ピシューみたいなスカイフィッシュみたいなのが飛んでって、うーんダメだ、お前は俺の名前をさーピシューンってやられちゃうみたいな。やめろ俺をするな、本当に。いやダメだよこれ以上やったら、本当俺薬吸ってる人みたいになってんじゃん。薬やってる人にやってねえから俺。薬やる金あったら何するんだろう。大喜利ね、全然大喜利しねえよ。びっくりしたな、ハードル高くすんなよな。大喜利の大喜利の4文字、ひらがなで言えば、カタカナで言えば4文字で、あの漢字で言えば3文字でしょ。そんなもんでとんでもなくハードル上がっちゃうってね、恐ろしいわ。日本語パワー、ジャパニーズパワー、ジパングパワー、ジパング、ジャパンゴーンって言うのいいよね。ジパングっていいよね。ジパングっていいよね。マルコポーロがさ、ジパングって言ってたじゃん。って言って、マルコポーロって言ったらジカパングかって言って、本当にマルコポーロが言ったか分かんないけど、そしたらあれだ、今ね、あのアニメ DTV のなんか、フォーアニあのプライムビデオズみたいなので、あのルパン見ててね、うん、面白いなって思って、すごいスルスル見れちゃう。ソードアートオンラインいいかな。うん。そのね、好きってなんかね、やっぱ新しいもん見るソードアートオンラインはね、最初の方はねスルスル見れたんだけど、ガンゲイルとかだとなんか惰性で見る感じになっちゃうかなって思って、もう見ません。10じゃなくてやっぱ最初が一番面白かった。あのソードアートオンライン批評中じゃないけどさ、やっぱSAO の辺が、ああ SAO だっていうね、適当な偏見で俺は面白かったと思う。うん、太陽いいぞもっと輝き。まあリゼロも見ました、面白かった。うん、でもなんか断末もアベマで最後まで見たんだけど、なんかさ、やっぱ最後まで終わらんもんやね。うん、まあ早くね続編が見たい。断末はダンジョンで出会いを求めるのは間違っているだろうか。でもいいよな主人公たち、主人公してるもん。なんかすげえスキル持ってたり、キリトなんてさ、キリトさんくんくんくんさんさんくんくんさんなんかさ、すげえじゃん、最初からめちゃくちゃ強いじゃん。お前らの攻撃力では俺の自動回復には追いつかねえぜみたいな、あのシーンってそんな最初だったのって思った。なんかもうむちゃくちゃ強くなってから雑魚の町になんか居候してる時のキリトなのかなって思ったら、全然強い、あの最初だった。あのシーン YouTube で違法で見たやつ。違法で見ようとしたわけじゃねえからな。まあ反違法。
でももしね、あの Google さんとかがね、この動画見てても、火星移住警官もしくはね、あの地下帝国を築くときはね、俺入れてくださいね。ちょっと地上に残すね。やめてね。悪い人だけど、7つの大罪246話247話とか調べて、早バレしようとしてるクズですけど、そこのとこ許してください。お願いします。でも最近ね、フジテレビオンデマンドに入ったんですよ。そしたらやっぱひどいね。すごい昨日はむちゃくちゃ怒ってたんですけど、フジテレビオンデマンド入って、まあね、ワンスマート、トゥースマート、ネクストスマートで、俺、クロマニオンズのスキャンダラガダパラバダンドブドモンフェスティバルって、まあ、適当に言ってますよ。フェスティバルの、あれが見たいから登録したんですけど、あれなんかね、なんかって感じ。で、1200円なんで、最初は。それだけ見ようと思ったら。でも、そしたら、3つセットで1500円で、300円で1、2入れんじゃん。安いじゃんって思ったらね。で、それも、1、2の2は、ワンピース見れるじゃんってなったんですよ。ワンピース見れる。やったってなって入ったら、ワンピース見れないんですよ。ワンピース、アマゾンの方がまだ見れるんですよね。1600円払ってんのに。アマゾンで、毎月300円払ってる方が見れるっていう。やばくないですか？まあ全は見れるんだけど全部100円なんで、1は100円だよ。うん、めんどくせえよな。ダビングしといた方がいいよな、普通に。ワンピースはしっかりと録画しなきゃね。お金ないからログコレクションそんな買えないんだよ。まあね、それも気持ち悪いのがさって言って、これディスっちゃうと怒られちゃうかもしれないけど、でもやっぱりそのさ、ファンの足元見守ってるっていうか、やっぱりフジテレビは俺ね、もともと嫌いだけど、でもそれってネットなんですよ。フジテレビとかネットの総評だけで聞いてて、それでちょっと嫌いになってたところもあってて、で今回の、で入ってみる、いやワンピースネットやんのかよって思ったら見れなくてさ、でそれも気持ち悪いのが、ルフィがこうやって一番最初のところなの。それも一番気持ち悪いのがさって何回も怒るけど、俺すごい怒ったんですよ、昨日。それでね、でそれで怒るのが、ルフィしか出てないから言い訳できないんですよ。第1話しか見れないんですよ、それ。第1話しか見れないし、昔の画風のルフィだけだから、え、1話だけだよみたいな、そういう言い訳みたいな。でその空島の最後まで見るにはね、さらに800円かかるんですよ。アホかって。空島の最後しか見れないのに800円ね。だから払おうとしたら1800円払うバカがどこにいるんだよって話になるじゃん。そう思いませんか？だったら空島だけログコレクション買った方がお得で、 Amazon プライムで、300円入るでしょ。 Amazon 入ったら、まあ、月額300円、ほぼ月額300円、350円くらいかな。まあ、年額4000円くらいじゃん。年額4000円で、まあ、すごい小敷みたいなやり方だけど、クロコダイルのアラバスタ編まで見れるから、そこまでのログコレクションは買わなくていいわけよ。で、そっからだよね。そっから、3時のモノマネみたいなね。全然できてないしね。これでモノマネってアホかよって思っちゃうね。脳が死んでる。うん。脳力ゼロ。いや、マイナス7000ですね、これは。いや、まあね、最近の、ルパン三世パート5みたいなのでやってたね。それで脳力とか言っちゃって。お茶をする。すごいね。このね、鼻のここ、惑星な、びっくりした。鼻のここにって言って、ここ呼吸するじゃん。惑星なと思って、指癖なんで、これには癖な。あ、そう、特有の手の匂い嗅ぐ人のみたいなモーションになってた。ありきたりになっちゃったよ。じゃあ、もうこっちニューニューニューって嗅がなきゃ、ニューニューニューって嗅がなきゃ、始まじゃないもんね。すごいな、アイデンティティ困り困り太郎じゃん。いや、困り困り太郎っていいな。いや、それでさ、1話しか見れないの、どう思いますって話だよね。いや、俺、フジテレビもっと嫌いになったもん。それで多分、スキャンバラガバラってフェスティバルなんかさ、クロマニオンズのところまで起きてないといけない。やっぱライブだから。あー、もう腹立つわ。もうすぐ見たら解約しやっかんな、マジで。ほんとに。もうね、見るもんないもん。で、リアルタイムで毎日2話くらいしか更新されないの。新ワンピースは。その2話もちょっとね、怪しいよね。それも、今やってんのがなんか、海軍要塞っていう一番つまんないとこだからね。一番面白いのはね、サンジが料理作ってるとこだけだからな。海軍要塞っていうので、なんか落ちるんですよ、空島編から。バカーンと落ちるんですけど、そこでね。まあ、一番そこで面白いのは、あれですからね。そこで面白いのはあれだよ。
サンジがなんかコックと料理対決するとこで、そこだけ、そこ以外全部つまんない。あ、俺全然見てないよね。ひどすぎる。ひどすぎる。うん、ね。いや、でもワンピースの尿ヶ島編で、そのサンダーソニア兄弟、サンダーマリー兄弟、ボニーサンダー兄弟だっけ、まあ、あの兄弟とルフィが戦ってるとこをフルで見たかったんで、だから入ったんで俺は。尿ヶ島のね、尿ヶ島のその、結構暑いじゃん、あそこ。うん。あそこ見たいなと思ったら、そうされるじゃん。ふざけんなよってなるじゃん。で、俺もう、フジテレビすごい嫌いになった。もう俺絶対テレビ出ないって言って、いや、お前テレビ出れないだから、いや、待ってけ。俺むちゃくちゃ有名になるからさ、それでテレビのオファー来るじゃん。俺全部断ってやる。うん、テレビ嫌いなんで俺。YouTuber の中でも唯一。なんとなく嫌いなんですよ。なんかテレビつまんないじゃん。なんかさ、ニュースとか見てても気持ち悪いなとかしか思わないし。うん、で、なんか俺も、あれだよ、海老蔵の息子の勸玄君とか見ると吐き気がするんだよ。朝から歌舞伎映すなよって、歌舞伎かじゃないか。いや、なんかムカつくんすよ、なんか。子供でなんか活躍してる。いや、その、妬みとかじゃなくて、勸玄君に俺は苛立っては来ないんですよ。だから報道してる番組にムカつくなーって、ニュースやっときゃいいんだよ、アホがよ、みたいな感じで見てる。俺、超、なんかね、テレビアンチなんですよ。なんかすごいね、YouTuber の人ってみんなテレビっ子なんだろうね。俺も元はテレビっ子で、なんかね、レッドカーペットかの、かな、なんかのコント。で、むちゃくちゃ大笑いして死にそうになったことあるんですよね。全然救急車に運ばれるとかないですけど、笑いでね、俺殺されそうになったもん。それからだと思う、お笑いが好きになったの。なんかのコントでなんかもう、もう、ボケにボケ倒してるから、わはは、みたいなさ、もうすごいんだよ。笑いの面白、笑っちゃうの重ねかけて、なんか連続で畳みかけてボケてさ、面白すぎてさ、今見たらそんな面白くないんだろうけど、それでも面白すぎてね、もう死にそうになりました。普通に死にそうになった、呼吸できなくて。最近でも笑ったのはあれだな、さっきも話したけど、銀太さんのあのボブザップと戦う、いや勝てますから、いや待ってください皆さん、勝てますからみたいな感じで言ってね、その猫魂するんですよ。猫魂で勝とうという、その浅はかなのも面白いし、で猫魂で勝てると思ってたからよっていうのと、猫魂するのがまず面白い、ダブルで面白いじゃん。でそれでもっと面白いのが、猫魂してこう自分で目つぶるっていうの面白すぎだろってね。パフォーマンスにも程があるだろって思って、じゃあもう腹結構笑っちゃって、久しぶりに声出て笑った。それ面白い、畳みかけてきたボケが。さすがに4つ以上ボケられると俺も笑っちゃう。銀太さん面白いね。俺なんかね、銀太さんと脇尾さんが、脇さんが、あ、脇さんと脇尾さんも嫌いだったんだけど、脇尾さんはまあ今もなんか単純になんか腹立つから嫌いなんだよ。生理的に腹立つっていうね。俺が生理的にっていう単語使うな、単語ワード使うな、うん、単語ワーズワンド、ワンドワンドワードワーク、ワンドワンドワークワンドワードワードワンク、ワードワードワードワークワーク、アップルバーン、アップルバンクってね、アップバンクなのにね、最悪じゃん。ね、みんながそこでドデーンってなるようなところでさ、アップルバンクってさ、もうパッファンベルカノンみたいなさ、いや、そこもボケ、そこもなんか適当になっちゃうので、ダメじゃん、もう。ダメダメのダッダダンじゃん。ビャッビャ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 。あので、嫌いだったんですけど、やっぱね、ヒカルさんとコラボしてから、俺ヒカルさんとコラボする人と、川口仁さんをコラボする人はね、俺好きになる傾向があるんだ。してる人はね。でも俺は、ケミオさんは今でもそんな好きじゃない。何が一番ムカつくかってさ、ASMR 動画、アスムラですよ。アスムラ動画でね、俺アスムラね、あ、誰もアスムラって言ってね、おっそおっそおっそってやったらさ、あの、井上ジョーの野郎、井上ジョーの兄貴がさ、アスムラって言いやがってよ。でも俺アスムラ違うから。多分アスムラみたいな感じで言ってると思う、井上嬢さんは。脳内ふんわか単語だと思うけど、俺違う、アスムラみたいな感じの。いや、なんでそこで戦おうとするんだろうね、アスムラみたいな感じで戦ってると思うんで、あっちは俺アスムラみたいなね、アツモリみたいなノリでアスモリ喉やられた、やってますから。で最近やったけどね、やっぱ銀太さんなんかムカついてたんだけど、やっぱ好きになった。恋しちゃったんだ、多分気づいてないでしょ。おしっこ行ってきます。あの幽霊映ったらね、コメントしといてくださいね、何分何秒に幽霊が映ってたって。あとすごいね、今パンツバリバリのパンツは、バリバリのパンツってね、何日履いてるとかじゃなくて、普通になんかね、ゆとりのないパンツの履き方してたんだよね。まあ、なんだろうな、面白い言い方したいな、形じゃないんだよな。まあね、まあ、ダンシングしてたねって。
何でもダンスっていう単語で片付けようとすな。マジでソウルで解決しろ、魂で解決しろ。はい、行ってきますのへ。あーちょっと身が出そうなんで強くするのやめました。あ、大弁と小弁セット、大弁と小弁のね、アンハッピーセットでやるかもしれない。ちょっと時間かかるかもしれないから、今この間にも皆さんハーフタイムで、あー水飲んでもいいよ、他の動画この間見てもいいよ。でも他のこの間動画見てでもダメだけどな、全然ダメだよ。あの代弁してくるんで、あのスマホを取りに帰ってきました。じゃあねみんな、代弁するから、それまで待っててくれよ。
Ladies and gentlemen、 田島清志郎の帰還です。いや、うんちブリブリしてたすごいな、9分くらいみんな待たしちゃったかな。ごめんねごめんね。いや、話すことないね。いや、俺こういう終わり方だよ。みんな最後まで見て話すことないよっていう終わり方だから、ごめんねごめんね。いや、本当に終わるよ。